メフディ・バーッツァルガーンは、イランの研究者で、長年にわたる民主化運動家。1979年のイスラーム革命後、革命暫定政権の主犯として、革命後の初代首相となった。研究者としては、テヘラン大学工学部の初代学部長でもある。その誠実さとイスラーム諸学及び世俗的科学に、通行する専門的知識から、 宗教的知識人として深く尊敬され、現代イスラームの知的潮流の創始者の一人とされる。青年時代のバーザルガーンバーザルガーンは、イランアゼルバイジャン地方のアゼルバイジャン人に一家に生まれ、テヘランで成長した。父ハージアッパースゴリータブリーズイは一代で身を起こした商人で、熱心なムスリムとして、テヘランのアゼルバイジャン系モスクやコミュニティの長を務めた。バーザルガーンは、 パリのエコールサントラルパリで熱力学と工学を学んだ。卒業後、フランス軍に志願してドイツ軍と戦った。1940年代後半にフランスから帰国するとテヘラン大学の初代工学部長となった。1951年、イラン国会はモハンマド・モサンテグの指導の下アングロイラニアン石油会社を国有化して国営イラン石油会社とし、 英国の支配下から離脱させた。バーザルガーンは、モサーテグ政権の下で、初代国営イラン石油会社社長を務めることになる。モサーテグ政権が崩壊すると、バーザルガーンは、イラン自由運動を同志と共に設立。同等綱領は、モサーテグの国民戦線に近いものであった。バーザルガーンは、シャーを、 イランの正当な君主として受け入れたが、政治的理由から数度にわたって投獄されている。ホメーニーの背後で、議会不在時の首相として宣誓する、バーザルガーン革命によって、シャーが亡命すると1979年2月4日、バーザルガーンは、アーヤトラーホメーニーによって、イランの首相に任命された。バーザルガーンは、革命における、 民主主義と自由主義の表看板の一人と目され、革命が進行するにつれ、コメニー自身を含む、急進的宗教指導者らと衝突するようになる。敬験なムスリムであったが、イスラーム民主共和国を求めるバーザルガー案は、イスラーム共和国の名称にまずことを唱えた。また、非申請の当初の憲法草案の支持者であって、憲法起草専門家会議、 および専門家会議によって提起され、最終的に、イランイスラーム共和国憲法となる憲法草案にも反対した。イランアメリカ大使館、人質事件発生後の11月4日、バーザルガ案内閣は、総辞職した。この辞任は、大使館、人質事件に対する抗議、および人質解放を達成できない政権の無力さを認識したためのものと考えられている。しかし、 この時点でバーザルガーンの望む自由民主主義や西側との和解が不可能なことはもはや明白でもあった。バーザルガーン。ヤーゼル・アラファートと共にバーザルガーンは新たに設立されたイスラーム共和国においても第一期イスラーム共和国議会の議員として政治活動を続けた。公然とイスラーム文化革命に反対し市民による統治と民主主義を継続して唱えた。 1982年11月、バーザルガーンはイスラーム共和国の方向性について不満を表明し、当時の国会議長、アクバル・ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーに公開書簡を、送付し次のように述べている。政府は恐怖と懸念と復讐、そして国家崩壊の雰囲気を調整してきた、この約4年間、支配エリートは何をしてきたのか。死と破壊をもたらす他に、 あらゆる都市を監獄と墓地で包み込む他に、長蛇の列、物資の欠乏、物価高、失業、貧困、路頭に迷う人々、くどいスローガンと暗い未来の他に何をもたらしたというのか。メフディ・バーザルガーン、ハーシェミー・ラフサン・ジャーニーへの公開書簡その後、1985年の大統領選挙へ立候補するが、監督者評議会の審査により却下されている。 1995年1月20日、テヘランからスイスの中理費に赴く途上、心臓発作で没した。バーザルガーンは現代イスラーム思想家の中にあって、立憲主義と民主主義の必要性を唱えた自由民主的イスラーム主義者の代表的人物として、特に考慮に値すべき人物される。彼はイラン・イラク戦争の経戦と政治、社会、 経済へのイスラーム法学者のあらゆる関与に反対し、その結果、イランにおける活動家や若い革命投資らに悩まされることになったのである。バーザルガーンは1946年の人間熱力学の生理的一分析の宿り木明、1956年の著書愛と崇拝、人間熱力学など人間の熱力学分野における初期的諸行績で知られる。 愛と崇拝は、極中にあって表されたもので、ここで、バーザルガーンは、宗教と、その崇拝は、イギリスの自然科学者であるチャールズ・ダーウィンの1859年の、著作、種の起源に説明されるように進化の副産物であり、社会の真の法則は、熱力学法則に基づくものであると示すことを、試みている。ありがとうございます。